DJ トビーのビーズレディオ。はい、皆さんお元気ですか？ビーズやってますか？ということで今回も始めさせていただきたいと思います。今回はですね、なんと我らが取引先のキワ製作所さんと一緒に、コラボイベントを行わせていただくことになりました。実はですね、キラリと銀座というところにあるキワ製作所銀座店さんで、実は11月の5日からですね、イベントを開催させていただく予定です。これもですね、キワ製作所さんの社長さんも含め、我々の有楽町にある東宝ビーズスタイルストア、こちらを見に来ていただいて、とてもこれいいお店だということで、お話をいただきまして、銀座店でもぜひ一緒にやろうということでお話をいただきました。今回はですね、キワさんの銀座店の、斉藤達樹さんにその今度のイベントについて一緒にお話をさせていただくことになりましたので、よろしくお願いします。達樹さんね、すごいイケメンなんですよ。もう韓流スターみたいなね、そんな雰囲気をお持ちで、お店でもきっと人気の方だと思います。ぜひぜひよろしくお願いします。それでは電話していきたいと思います。もしもし。あ、もしもし。斉藤です。あ、達樹さんですか？はい、斉藤達樹です。よろしくお願いします。あ、よろしくお願いします。 DJ トビーです。よろしくお願いします。いやー、早速いろいろね、お話聞いていきたいと思うんですけども。はい。たつきさんは、はい、もうキワさんに入られてもう長いんですか？そうです、もう5年ぐらいになりまして。あ、そうなんですね。ちなみにたつきさん、はい、この間お会いして、もう韓流イケメンみたいな感じでしたけども、はい、いや、それはいやいやしか言えないと思うんですけど。すいません、とんでもない。ちなみにおいくつなんですかね？今今年27歳に。若い。いいなぁ。いや、でももう年を感じてきてはいますけど。何をおっしゃいますか。もうトビーは44歳でございますから、もう一回り以上違うということですね。いやいや、大人の色気が。何を、全く色気ないから。いや、早速ね、今回は本当にこういう機会いただきました、はい、ありがとうございます。いや、私こちらこそ、まさか入社した時にはこんなことになるなんて夢にも思いませんでした。ちなみに、そのキワ製作所さんに入られたきっかけって何かあるんですか？はい、そうです、昔からアクセサリー自体はすごく好きで、はい、で専門学校では彫金を勉強する学校に入学いたしまして、はい、でちょっとシルバーとかの彫金を勉強して、アクセサリーやデザインとか勉強させていただいて、はい、でそこから、彫金の、ブライダルジュエリーとかを磨く会社に入りまして、ほう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 、山梨の方にちょっとジュエリーの方に入りまして。あ、山梨有名ですもんね、ジュエリーね。そうなんですよ、うん、でちょっと工房の方に入らせていただいたんですけど、はい、なかなかちょっと職人と合わず。結構なんか職人さんって意外に気難しい人が多かったりね、いろいろあるかもしれないんで。難しかったですね。そうですか。やっぱちょっと山梨に一人でなかなか大変で、うん、ちょっとやっぱ転職を考えた時に、やっぱアクセサリーということでいろいろ探して、はい、今のキワ製作所に行き着いているような感じでございます。そうですか。もう今ね、もうご自身でもすごいいろいろアクセサリーを作りされてるのを見させていただきましたけども、いや、今回一緒にこう、ね、あのイベントさせていただくことになりましたけども、いや、ほんと楽しみですね。楽しみですね。私も先日、東宝ビズスタイルストアの有楽町の方に行かせていただきまして、はい。はい、すごいたくさんあって、その、今やっぱビズブームなので、このタイミングでやっぱお父さんと一緒にできるっていうのは、かなりお店としても嬉しいです。いやー、ありがとうございます。なんか声もなんか美声ですね。なんかトビー、なんか年々、年々っていうか、ラジオ始めた頃よりもちょっとまた、ちょっと太って、なんか最近自分で声聞いてると、デブ声っていう感じがしてきて。そんなことないですよ。そうですか。一応、期間のことね、もう一回おさらいさせていただきたいんですけども、
東宝ビーズスタイルストア in アトリエカフェということで、11月の5日から11月の末までということで、一旦やらせていただくということになっておりますけども、場所的には何かこうご説明いただいたりできますか？はい。銀座の中央通りの1丁目の方にキラリと銀座という建物がありまして、そちらの5階キワ製作所フロアの、アトリエカフェのところに一緒にポップアップの方を開かせていただくような形になっております、はい、ということでですね、これからいろいろね、はい、一緒にやらせていただくことになるんですけども、キワ製作所さんってもうすでにお店でも完成品も取り扱いされていたり、はい、されてると思うんですけど、今どんなものを取り扱いなんですかね、完成品は。完成品は、ちょっとお店によってなんですけど、うん、ちっちゃい小売店舗とかだと、うん、別の会社さんから入れた、まあ、比較的ちょっと安価めな完成品やアクセサリーっていうところでご用意をしていたりとかで、銀座店のみについては、ちょっと前から展開をしていたちょっと和風のアクセサリーだったりとか、うん、あとは今お店でサンプルとして出してたものをちょっと安く販売させていただいたりっていうことをしております。あ、じゃあそういう特化の商品もあるんですね。そうなんですよ。でもなんかだいぶ銀座もなんか人が戻ってきた感じもしますね。どうなんですかね、最近は。そうですね、やっぱ緊急事態宣言が明けて分かりやすくやっぱ人が増えてはいますね、うん、特にコロナウイルスのあれがちょっと強くなると、うん、それとこう同時に人はちょっと減っていくので、うん、今やっぱ増えてきて、にぎわいが戻ってきて嬉しいところですね。そうですか。なんかこんな話聞いていいかどうか分かんないですけど、もうたつきさん本当イケメンじゃないですか。なんかたつきさんにこう会いに来るお客さんとかもいらっしゃるんじゃないですか。いや、そんなに多分顧客様はなんかいらっしゃいますので、はい、やっぱり自分の提案とかを当てにして来ていただいてくれるおばあさんだったりだとか、はい、いらっしゃったりはするので。あ、そうですか。ありがたいですね。ちなみにこの間、はい、JO1 さんが、はい、キワ製作所さんの本店の方に行かれて、はい、で YouTube を撮られてっていうのがあって、結構ね、それがたくさんいろんな方に見られて、もう結構バズってたんですけど、最近こう男性もなんかこう作る方が増えてきたというところあると思うんですけど、はい、男性が買い物に来られたりってこともあるんですかね。もちろんあります。特に土日とかは多いですね。カップルでいらっしゃったりとかして、はい、まあ、彼女さんと一緒に作られたりだとか、うん、まあ、本当に男性同士でお友達同士でいらっしゃって、やっぱちょっと若いちょっと韓流とか好きそうな男性の方がいらっしゃって、やっぱり今流行ってる、はい、まあ、ビーズを中心に大振りのチェーンだったりとか、はい、パールを使ったアクセサリーっていうのを、はい、作られる方が多いです。あ、でもなんか今テンポから欠けてる感がすごくあっていいですね。なんかすごい声が聞こえますね。でも今ちょっと後ろにアトリエカフェが控えてまして。でもなんかそちらの店舗さんは、はい、キラリと銀座店さんは、はい、カフェもなんかありますよね、後ろにね。あ、そうなんです。アトリエカフェ、キワ製作所の中でちょっと数少ないアトリエカフェというものを併設しておりまして、はい、本当にコーヒー、紅茶と、まあ、フードもご用意しておりまして、はい、で、ワンオーダーいただくと工具の無料貸し出しをしておりまして、カフェ内で制作を楽しんでいただけるような空間になっております。ですよね。なんか私も時々、はい、実は銀座に行った時にもうわざわざ、はい、会社に戻るよりそこで仕事して帰宅した方がいいって時々、はい、年に何回かそこでお茶飲みながら、あ、ビーズやらないでこうパソコン開けて仕事をしてもらってたりすることがあって。そうだったんですか。そうだそうだ。ありがとうございます。で、なんか結構そこのね、飲み物も美味しいですし。あ、そうです。結構しっかりこだわったコーヒーを出してたり。そうなんですよね。普通のカフェとかと遜色ないコーヒーが出てくると。そうなんです。だからね、ぜひね、皆さん11月の5日からスタートしますけども、そのカフェの隣にね、我々がドーンとこう東宝ビーズスタイルストア、出店させていただくので、ぜひ皆さん隣のカフェご利用いただきながら、我々のストアの方も見ていただけたらと思います。でもなんかこう、これからメンズアクセサリーがね、どん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 こうやってる方がこう増えてきそうな
予感がしておりますので、ぜひ、はい、やっぱりね、たつきさんみたいなジュエリーやってる男性からいろんなお話聞いて、いろんなこう作り方みたいなところも男性目線のね、お話っていうのもすごく重要かなと思いますので、もし、このラジオを聞いてる男性いらっしゃいましたら、ぜひ、たつきさんに、いや、俺初めて作るんだけど、どうやって作ったらいいかな、みたいな、そういう、ぜひお待ちしております。質問もしてみていただいたらいかがでしょうか。まあ、ぜひ、皆さん、遊びに来てくださいね。もう、11月の5日って言ったらもうすぐですから、ぜひぜひ、すぐですね。よろしくお願いいたします。たつきさんから何か、はい、一言ございますか？そうですね。今回、トホビーズスタイリストインアトリーカフェというのを開催させていただくということで、普段は取り扱わないトホさんの一押しブランド、インオアユーだったりとか、うん、希少な蔵出しビーズとか、普段なかなか普通のケア製作所店舗では手に入らない商品多数、トホさんのご協力で、品揃えさせていただけるということだったので、当店は先ほどもあった通りアトリエカフェというものを併設しておりますので、お茶飲みながらゆっくりアクセサリー制作を楽しんでいただけると思うので、ぜひこの機会に基本製作所キラリと銀座店でビーズアクセサリーのにチャレンジしてみてください。お待ちしております。いやー、なんかめっちゃまとまってますね。トビーっていつもこれぶっつけ本番だから、いつもこうまとまらない話が、今めっちゃたつきさんまとまってましたね今。はい、いやでも噛みました。いやでもなんかまためちゃくちゃ緊張してますよ。本当ですか？また始まったらぜひぜひ遊びに行きますんで。ぜひ、はい、お待ちしております。ぜひよろしくお願いします。本日のゲストはですね、キワ製作所キラリと銀座店の、斉藤たつきさん、イケメンの方に電話でお話 聞かせていただきました。ありがとうございました。ありがとうございます。東方からも告知をさせてください。ただいまですね、組紐アクセサリー体験会5つ組ブレスレットということで、こちらブルーとピンク、2種類の方から選ぶことができます。こちら体験の日時が2021年11月11日木曜日ということで、こちらズームで体験が可能でございます。午前10時半から13時、午後14時から16時半ということで、ただいま募集させていただいてます。こちらですね、10月の25日までということで、期限で、募集をさせていただいてます。Zoom でやらせていただきますので、お送りするですね、お送りする時間がありますので、直前までというわけにはちょっといかなくてですね、ぜひぜひ皆さんにも、よろしくお願いしたいなと思ってます。もうこれ聞いていただいた時にはもしかしたら間近になってるかもしれませんけども、ぜひよろしくお願いいたします。またですね、ビーズクロッシェの体験会も、12月の18日に、開催の予定です。こちらはパールのブローチビオラということで、かぎ針編み初めての方はこの機会にチャレンジしてみませんか。こちらはですね、デザインは岡本恵子先生。こちらね、とっても可愛いですね。初めての方でも作りやすいということをとても意識していただいて、お洋服とかバッグとかに、つければ華やか、スカーフとストールをふんわり留めても綺麗な、そんな感じのブローチになります。ビーズクロッシュはですね、ビーズは好きだけどかぎ針編みは初めて苦手ですという方も、まずは体験レッスンにお気軽にご参加いただけたらと思います。まあ、とにかくね、やってみることってとてもすごく勉強になります。トビーもね、最近、フィルムカメラまたやり始めましたけども、とっても楽しいですよ。なんか新しいことやってみるってね、楽しいです。ぜひぜひ皆さんもこういったクロッシェ、組紐といろいろやってみていただけたらいかがでしょうか。ビーズクロッシェの期日の確認をさせてください。体験会日時は12月の18日、午前の部が10時半から13時、午後の部が14時から16時半ということで、こちらはですね、ズームではなくて東方セミナールームで開催の予定でございます。およそ浅草橋駅の東口から徒歩5、6分といったところでしょうか。そういった場所でやらせていただきます。まあ、特にね、まあ、組紐、今回の組紐はやはりね、ビーズクロッシェとかそういったものは、まあ、非常にこうリアルでね、やらせていただく方が、体験楽しんでいただけるかなということで、今回はリアルの体験の予定でございます。どちらの講座もですね、ご興味ある方は info@seedbeez.jp、電話03-6858-3550までお問い合わせください。これ全然関係ない話してもよろしいですかね。
先日ですね、実は、まあ、最近トビー朝ごはん抜いていて、昼ごはんも抜いていたら突然めちゃくちゃお腹が空いて、野郎ラーメン的なそういうこうラーメンを食べに行ったんですね。まあ太麺の、そして肉がたっぷり乗ったやつをね食べに行ったんですけども、めちゃくちゃお腹空いてたから、まあ、普通に大盛りっていうの頼んだんですよ。で、大盛りでなんかこうチャーシューがちょっと多めに入ってるみたいなやつをね、頼んだんですけども、なんかもうすごい量のものが出てきて、トビーちょっと残すのが嫌いでですね、子供の頃から父に食べ物を残すなとこう言われてきたので、最後の最後まで食べきったんですよ。なんかちょっとその後なんかすごいこう自分の中で疑問が生まれてですね、まあこう大盛りにするとね1080円だったかな、1080円かかったんですけど、1080円のお金をかけてとても辛い思いをしたとということで、なんかこうお金払って最終的にこうなんか不幸せになったみたいなやっぱりね、皆さん食べる量は適量が一番、腹八分が一番ということで、皆さんも、今ね食欲の秋ですけども、皆さんぜひ食べる量は適量ということで、皆さんよろしくお願いしたいなと思います。それではね、キワ製作所さんで行われる東宝ビーズスタイルストア in アトリエカフェ、11月の5日スタートでございます。ぜひぜひ皆さん遊びに来てください。それではよろしくお願いします。本日のラジオはここまでにしたいと思います。はい、最後までお聞きいただきましてありがとうございます。それではまた DJ トビーのビーズレディオでお会いしましょう。チャンネル登録お願いします。